皆さんこんにちは、フローラです。なんか、あのー、ちょっと最近知ったんですけど、今の高2の代からですかね、共通テストがまた新しく変わると。数学 2B と国語の時間が伸びて、新しく情報 1? 情報1だっけ情報がの科目がのテストの科目に加わるらしいですね。今でもね、結構時間結構パンパン、うん、あの、2日かけてやってますし、 もしもね、あのー、マークもしなんか、もう、ほぼ半日潰れますもんね。今でも、なんか朝9時ぐらいから始まって夜8時ぐらいまで。私も去年やりましたけど、ね、結構あれもしんどいですけど、またね、それが時間がちょっと伸びるとか、科目が増えるとかってなると、ね、どうなるのかなっていうのもありますし、やっぱり一番はやっぱりあの、今の、まあ、高校生だとか、やっぱ受験生の反応ですよね。その、 気持ちの面はもちろん、あの結果っていうところも含めての反応ですけど、平均点とか、どうなるのか、受けてみた感想とかがねあの、どうなるのか、次の次のテストになるんですかね、次の次の共通テスト、どういったその反応が見られるのかは、ねあの、ちょっと気になるところではあります。であのまあ、共通テスト、共通テストって、ね、あの言いますけど、共通テストの前はあのセンター試験っていう、 ね名前でやってましたけど。で、私はあの、あの、年数で言うと7、6なので、で、あの、ちょうどセンター試験と共通テスト両方経験してるんですよね。両方経験している立場から、そのセンターと共通の違いっていうのをちょっとざっくり体感で話すと、まあ、大きい違いはもう文章量がとにかく多いっていうのともう時間が足らないってことですね。でこの文章量っていうのが本当にあの、 社会、数学、英語が本当になんかもう顕著で。私は社会は世界史選択だったんですけど、で、本当センター時代なんて、本番でも、その、世界史はもう本当三30分くらいで解き終わって、もうあと30分、あー30分暇やなどうしようななんかあの、余白のところに落書きでもして遊ぶかとか。まああとは2週3週ちょっと心配で見直しするかとか。 ちょっと地図とか写真とかちょっと眺めてちょっと遊んでみるかとかね、もうとにかくもう、あの、時間潰すの方、時間潰す方がちょっとしんどかったぐらいになったんですけど、もう共通テストになると本当に時間いっぱいかかりましたね。なので、えっ、ー、と、社会科目は、あのー、時間潰す手間が省けたっていうのがありますね。で、数学がね、えっ、ー、と、<laughs> そんなに文章いるかっていうぐらい文章がで、ね、ダーってあるんですよね。で、そのおかげで、もうこの冊子がね、分厚くなってね、問題冊子が。なんか、何ページ ?30 ページ、40ページぐらいある、あり、ありましたっけね。共通テスト。もう、そのうち本当に問題に関わるのってほ一番なんですよ。長い文章の中から、その問題に関わるとこ、もう問題に必要な情報だけピックアップして、 もうその全部なんか読んでられませんよ。なんかいろいろなんか、あの、ね、いろいろ面白いこと書いてありますけど、面白そうなこと書いてありますけど、なんかあの、バスケの軌道がどうのこうのとかなんかありますけど、そんなの、あの、おうち帰ってからもお楽しみですよ、そのの。もう、おうち帰ってからもお楽しみになることかわからないですけど、あの、もうその読んでられません、そんなの。だから本当に、とにかく、あの、問題に必要な情報だけ汲み取って、あの、早く解かなきゃいけない。本当に数学はもう圧倒的にその、 もう文章量増えました。もう冊子も明らかに分厚くなってます。で、英語ですね。英語はね、これ大きく変わったのが、あの、文法問題とか単語の問題がなくな、なくなりましたね。あの、センター式やと最初はなんかあの、同じ発音のものを選びなさい。この河線部の発音が同じものを選びなさい。同じ音節のところにアクセントが入る単語を選びなさいとか、 えっと、この単語を並び替えたときに、えー、2番目と4番目に入るものを選びなさいとか、えー、そういう文法問題があったんですね。で、その後に、えー、っと、まあ、短めの、あの、なんか文章、会話文とかのがちょ、ちょこちょこあって、で、最後に、んなんかま2、2、問ぐらい ?2 問か3問ぐらい、その長文がドーンってやるっていう、そういう構成だったんですけど、もう、 共通ですなってからは全部読解問題。全部文章問題。最初にこのちょっと、ちょっとして可愛らしいあの会話の問題があって、で、なんかあとはね、あとはなんかもう、まあ、長めの、あの、文章がドーンドーンドーンってまあ、3つか4つぐらいやるっていう。もう全部。もう単語の問題とか発音の問題とかはないです。もうとにかく文章量増されるっていう、もうそういう感じですね。その辺は本当に、あのー、 大きく変わったなーっていう感じですね。っていう感じで、まあ、こんな感じで、とにかくあの読む量、文章の量がめちゃくちゃ増えているので、とにかくもう早く正確に読み解くっていう力がやっぱり必要な、必要になってくるっていう感じはしますね。で、もう一個、あの、英語のリスニングですね。リスニングは、あの、え、一発勝負、なんか、 大問でいうと 6, 6つあるんかなあったんかなで、そのうち3、4、5、6は1回しか流れない。で、しかも、その上、あのー、会話文とか、その、音声も結構長めなので、それをその、1回流れるのを、あのー、正しく聞き取って、で、あのー、答えなきゃいけないので、1問、2問、なんか、あの、イラストの問題、なんかね、あの、変なイラストあったじゃないですか。あのー、 あの問題とかは、まあ、えー、まあ、2回流れてくれるので、あの、割と気が楽なんですけど、3、4、5、6は、その会話とか、なんかあの、講義の内容とかの、リスニングは1回しか流れないので、そこは本当に、あの、だから、私あんまりちょっとこういうのはどこじゃなかったんですけど、あの、先にその問題とか選択肢とか、まあ、ちょっと眺めておいて、で、あの、必要な情報だけピックアップするとか、なんかもうそういう、 あの、テクニックとか、まあ、それ以外にも多分、まあ、ま、いろいろ多分、流派とかやり方あると思うんですけど、やはりその高い、えー、リスニング力、集中力、その問題処理力っていうのがやっぱり、えー、必要になってきますね。この一回しか流れないって緊張感ね。あの、現実のせ会話とかやったらさ、ちょっと聞き取れんかったらもうちょっともう一回言ってもらうとか、 あの、言い直してもらうとかできますけど、リスニングはそれできないんですよ。もう機械が、もうすでに録音済みなのが流れてるんで。ほんとね、嫌になるね <laughs>。私はほんとに、あのー、運よく去年、割と元気になって、それまではほんとにね、あのー、受験勉強もうままならない。本当模もしもろくに受けられない。もう、もし会場ついて席に座って、一科目集中して受けられるかどうかぐらいの、 あの、まあ、不安定な状態だったんですけど、まあ、去年は、あの、ね、マークもし、あの、ね、長い、長、長い長い、長ったらしい、もう半日潰れる、あの、マークもしも、あの、落ち着いて最後まで取り組める状態に回復して、なんとか、あの、受験まで、あの、やりきることができて、合格できたので、今、大学生やってますけど、 もし本当に今回ダメやったら、まあ、まだ次回まではね、次回の分、次回の共通テストまでは何とかできるかもしれないけど、その次はね、だから新課程とかが本当に入ってきてたらとかっていうのを、ね、考えると、あのー、もし今回ダメやったら本当にね、もう大学諦めとった可能性ありますよ。それまででも諦めかけてた時あったのに、もう本当にその、 共通テストがふ変わるっていうのあの、科目が増えるとかってなってくると、もう、もう無理ってなってましたね。本当に。あの、衛生にいと孤独死の可能性は、本当十分ありましたよ。本当今後、その受験の制度自体がどうなっていくかっていうのも、そうですけど、まあ、それに対する世間の反応、世間のあり方、あの、価値観、考え方っていうのもどう、あの、変わっていくのか。その共通テストに対する反応がどうなっていくのか。 でそんで、その反応を受けて共通テストはまた変わっていくのか、それとも、えー、変わらないのか、えー、もう共通テストをやめても前のセンター試験に戻すのか、まあこれはもうちょっと、あんまない、ないと思いますけどね。ね、あの、その辺も本当ちょっと追っていきたいですね。ちょっと心配なとこでありますねいや。終わります。ありがとうございました。皆さん、良い一日を。